みんなこんにちは、せーの、ごめんなさい。何今、いや、なんかちょっとおしゃれなカフェだからちょっと気遣った一応。そうで、何今日は何それ見たよ、本物見た見た、どうだった、どうだった、そこしか見てないからあれだけど、なんかエリカの方が良かった。本当、逆にね、急に急にありがとう、ありがとう、本当にジェネリックが違う、うん、でちょっと待って、さっき何の時間だったの、何だったの、何だったの。じゃこれ始まる前にもうなんかごめん、なんか6時から始めようみたいな、なんか2分謎のインターバルあって、見えないね、鏡ちょうど、あの中にチーカーがいんのよ、あの朝袋の中に、まあ、始めちょっと汚いチーカーがいるから、まあ、じゃあね、今日に関してはね、 うちがね始めようと思いますよ。あのね、今回はね、あのね、恋愛相談、パチ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 して、それでね、あの今日昼間にみんなに急遽ね企画をねみんなに聞いたんですけど、まず一発目これからいっちゃう、はい、どれが気になる、うわー待って、これか、これわー、やっぱ浮気の境界線、急にディープな話からいくね、じゃあ浮気の境界線これから行こうと思います。イエーイ。ちなみにさ、うん、それぞれの浮気の境界線って言ってこいよ。あ、そっから行こうか。あ、じゃあ私から行くわ、うん、私、何想像できる、あ、じゃあ言って言って、呼吸したらその人と同じ空気を吸ったら、マジで、え、うち、うん、あの知らねえ女と LINE してたんだと思う。あー、でも多分ちょっといい線いってる、紹介してないでってことだよね。あー、まあ、それはある。あ、てか、私の知らない女じゃない。あー、どう、ボンナね私の知らないボンナじゃない、わ、あ、まあ、それもあるけど、うん、私は結構あれ、昔から一貫してるのが、うん、変わらずね、変わんねえんだ。そう、向こうが自分のことを好きって知って二人でご飯に行ったら、あー、それよく言うね、うん、まあ、はいはいはい、私も昔から一貫してますから、はい分かってない、これ何これ何、昔から大切にしてあげて、難しいと思う。だから向こうご飯誘ってきた人が自分のことを好きっていう状態で、うん、ご飯に行ったらもうやる、はいはい、ラブだよ、ラブ、うん、ラブじゃない、向こうが自分のことをラブの好きでご飯に誘ってきて行ったら、うん、N、 それに気づいてない場合はラブだって。いや、わかんだろ、普通わかるじゃない、わかるじゃん。どう思う？なんか共感はできない。あ、はいはい、どうぞ。エリカなんだっけ？うち浮気はつかぶっちゃけバレなきゃいい、うちにバレなきゃいいよって思っちゃう。あ、でもそういう子多いんじゃない？うん、わかるよ、みんな。あ、そうだよ、わかるけど、うん、なんかわかんないようにやってって思う、うん、でもそういう人の気持ちもわかるじゃん、そのバレなきゃいいよって言ってくる人もいるんじゃない。はい、うーん、なんかうちマジでちょっとわかんない、それに関しては。あー、もうそっからも意見割れてる。何をされたら浮気じゃんっていう思うのとかもわかんない。何急に。タチキは、タチキは浮気の境界線はなしってないでしょ、だから。まあ、まあそうだ、だから心がこっちじゃない。まあそうね、そうね、そう。伝わる？伝わんない。え、伝わんの？なんかさ、別に、うん、浮気って何でしょうね、うん、マジでそこにたどり着くと思う、うん、なんか別の人と、別の人と何かこうことを言い出されたとしても、それがじゃあ仮に私のせいで1年レスにしてるのに他の人とやった場合、こっちにもめちゃくちゃ火があるから、それは浮気にはならなくない？どうでしょう。え、伝わる？あ、伝わるよ。え、そういうことじゃない？うん、別に自己責任。なんか、え、待って待って、待って、一回説明して一回、一回説明して。あ、待って、じゃあ、あやちゃん、待って、これさ、もう質問に行けなくない？別に。じゃあ、でも男性の風俗に行くことは浮気に入りますか？私が、あ、そう、愛ちゃんの、例えば旦那さんが風俗に行ったら浮気に入るか。やだ。浮気に入るってこと。私はね、へえ独特だね。金払ってんのかな、うん、え、やだ。え、浮気、
え、なんか浮気ではないじゃん。浮気ではないんだけど嫌だ。だから私が嫌なことダメなの。大ちゃんは結構信頼ベースってことね。はい、心と心、まあ浮ついた気持ちって書きますからね。じゃあ浮ついた気があったらもうダメってことね。まあそうです、ね、じゃあ愛ちゃんの風俗は浮気に入んじゃん。うん、浮気だね。じゃあ浮気、なんかまとまった、まとまった、愛ちゃんの脳みそがこっちの。でなので一応3人は皆さん分かってると思うんですけど、絶対話が噛み合わないので、はい、普通にあの世間一般の世間の人の話を聞いてみよう。成長したい、うん、え、あ、うちらがね、そうそう、うん、うちら成長した方がいいと思う、普通に、うん、いや、あんたもね、普通に。え、これじゃあ読んでっていいのかな。これさ、メガネにさ、反射してアカウント見えちゃってるとかないよね。ここモザイクなんかさ、怖くない？見えてるよね。見えてる、なんかアカウント？うん、なんかアカウントが、メガネ外せる、うん、ごめん、上にしときな。おしゃれさん、え、でもさ、反射でさ、見えちゃった。確かに、やめろやめろ、チェックやめます。じゃあこれに対してみんなが意見言っててね。はい、行きます。目があったら浮気なし。俺はね、はい、あ、でもその愛ちゃんみたいな人だったら、いやいや、そう、ありえるよ、ありえる。でもさ、見方に言うんじゃない。こうなんかも、あ、これは罰。これは罰。これで目合わせてたら罰。で、この間さ、その現場見たよね。見た。何？え、マジ、なんかちょっと、なんかちょっと言えないんだけど、女の人4人組で、その1人の女の人がマジロックオンしてて、ロックオンどころなんですか？もう入ってた瞬間から、え、もうなんかもうずっと、この角度が鎖骨だ。ずっと、あ、面白い。え、あ、そこにそういう目線で行くんだと思ったら、今度うちにフォーカス当たって、見たことある。で、これは確かに、なんかその目の合い方はダメだから、うん、目の具合による、目の合わせ方による。顎が鎖骨だったらだ。あ、そうそう、顎が鎖骨だったらもうバッチリ。まあ、ダメ。はい、はい、次、相手に報告できない行動全部、後ろめたさを感じた時点で浮気だと思います。後ろめたはね、うん、でもさ、あえて報告しない場合はどうなの。あえてってか、別にそういう報告もいらないんじゃねと思って報告してないっていうか。あ、その時もあるよね。あ、わざわざさ、海行くんだって言ったらさ、相手の気持ち下げちゃう場合もあるじゃん。まあ、それは下がる。でもあれなんじゃない、下げる相手と行くなよって話でしょ。あ、そう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 、私はね、そう、はい、ことが起こる前に、うん、あの予防する派ですから、うん、それすらも言っちゃダメってことだね。そうそう、だからもう AGA と一緒、もう早めに早めに終わらせて。マジで、はい、はい、知らない人と二人の身、どういうこと。え、だから私が知らない人だよ。愛ちゃんが知らない。あ、罰。どう思う。浮気。そう思う。ま、丸×。×。意外。え、知らない人との飲みは×ってこと。あ、もうしないからね、うち、うん、恋人にしてあげること以上のことをしてあげたいって思ったら、お金と時間のかけ方が変わったら、わかる。もうさ、てかこれって浮気じゃなくない、うん、もう時じゃない、うん、それなんで時だ、相手のこと時だよね、時になって。これすごいいいね。これうちね、これだと思う、うち的、うん、あー、まあね、でもこれはそうだ、ね、これ答えだと思う、まあ、確実な浮気だよね、うん、まあ乗り換えだよね、まあ乗り換え、乗り換え。隠したり秘密にしたり、相手が目の前にいて同じことができるかどうか。あ、で、こういうことじゃない、こういうなんか、わかるできんのかっていう話でしょ。わかるこの人たちすごいね。でもさ、結構確信だよね、これもう正解だと思う。そうだ、あ、ごめん、じゃあサクサクいきます、はい、バレたら浮気。あ、はいはい、いや、なんか不満です。いいです、進んでください。あ、それバレたら、浮気が何個かあります。はい、はい、恋人がいることを隠したら。あー、確かに。これはさ、だってもう狩りに行くスタイルでしょ、恋人がいること。え、でもさ、聞かれなくて、自らさ、彼女いるんすよね、まあ、なるか、そんな、うん、まあそうだね。なんだこ、薬指あるからさ、うん、まあ、確かに。ただのご飯でもカラオケでも、隠せば何でも浮気。いや、これも隠したらもう絶対、うん、隠し系はやっぱみんな嫌な、うん、内緒でなんかしたら、え、市民プールとかってこと。でも市民プール逆に誰と行くの。でも逆になんかうちなんかちょっと、え、ちょっとごめん、市民プール行ってくるわって言われたら、え、そんな中
がいいのってなっちゃうかも逆に。あ、市民プールはマブダチじゃんみたいな。確かに、かなり親密ってことか。なり親密。なるほどね、市民プールだけのなんかかもしれないじゃん。いやー、なくない？ないね、市民プールだけはないよ、ね、なんか市民取り一緒に行ってくるねとかもやかも。え、そう、わざわざ2人で市民取り行く必要あんのみたいな。親密だと思っちゃう。思っちゃうかもね。あ、部屋に呼んで2人きり。それは分かんないでしょ。部屋に呼んで2人きり。え、嘘をついて会ってたら。あ、嘘をついて会うのはもう、あ、でもやっぱり恋人の目の前でできないこと。あ、そうだね、そうだね。あ、気持ちが動いたら、かっこやる分にはやってくれてもいいです。でもそういう子も一定数いるよね。うん、え、うちちょっとこれわかんないかも。常に連絡を取り合うのが浮気とは、うん、いや多分美容師ウェイウェイ系は誰とでも LINE するじゃん。ウェイウェイ系っていうの。いや、ウェイウェイ、いや、ウェイウェイでも常はね、ないですよ。手をつなぐ、わかんない。もう手つないじゃん。手をつなぐっていう意見嫌だ。うん、あとこれちょっとおもろいから読みますね、はい、一人エチエチも浮気。ちょっと待って、それはどう、ね、ない、そこはハマる。え、浮気じゃない。え、ちょっと待って、ちょっと待って、あんた何言ってんの。え、ちょっと待って、え、一人エチエチだよ。え、だから浮気じゃないの。ええ、それ浮気でしょ。ちょっと待って、どういうこと。たぶん、あ、難しいな。一回言ってみて。思い方が違う。なんて、え、伝わんないな。ちょっと待って。ちょっと待って。全然わかんないわ。ガチわかんない。逆にこれわかる人がいるかも。その人思ってた。確かにそうだね、そうだね。あ、ごめんごめん、なんかうち一人でエッチすることがもう浮気なのかと思ってた、うん、私もそうやねん、ね、いや、危ない、はい、そうだよね、たしぴそんなおかしな人間、おかずみたいな感じなんだ。びっくりした、たしぴが急になんか ね結構なんか難しい人間になっちゃったかなって、びっくりした。旦那が他のことをガチ無理。結構次、あの、私の方じゃなくて、あの5分の3に来てる方なんですけど、はい、ちょっと意見が変わってきますね。で、やっぱフォロワーによるんだよ。そうっすね、絶対そうだ。アイちゃんとかやばいよ絶対。一回行ってみよう。恋人がいると分かっててご飯に誘うのが浮気だった。ほら、これ私と一緒に、はい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 、恋人がいると思う、向こう側からの、まあ、あとな、隠すならアウト。隠れて会うか、腕組んで歩いてたら無理。え、おわでそれ、うん、でもさ、仲いい女の子同士ってさ、腕組まんの。思春期の子は特にね、うん、え、うち地元の親友めっちゃ腕組んでくる。でも知らない人だったら罰だよね。でもさ、エリカさん断れなさそうじゃない、やめてみたいな、言えなそう、なんとも思ってなさそう。てかうちあんまね、人とね、歩く歩幅合うことないから。隣に行くこともないの。うち歩くのすげえ遅いんだよね。あとね、急に5分の3になったらキスをするっていう具体的なか。急にキス出てきたな。うちのところはそれなかったんだけど、キスだと思います。かっこ恋愛経験ゼロですけど。それはキス出てくるわ。キス。かわいい。しかもこの人ね、正確に言うとチスって書いてある。かわいくない。そうだね、こちら行きますか、うん、お願いしてもいいですか。やばそう、あんたやばそう、やばそう。私が浮気と判断したらそれが浮気。自分で投稿したら強いな。めっちゃ強いな。粘膜接触。あ、言い方が愛ちゃんのフォロワーっぽい。その粘膜接触みたいな。好意を持って近づいたら、はい、あ、もう勝手にこう片方もいいみたいな感じだったら、まあでもさ、片思いはさ、向こう側にもさせてあげたくない？もう片思いよ。でもさ、片思いだからさ、向こうの好意があるのに合うなって言うけどさ、でもさ、その子にはその子の恋愛もあるじゃん。え、でもこっちが先にもうさ、戦略取ってんじゃん。でもさ、ただちょっとご飯に行って告白して、もう振られるの分かってるのかもしんないじゃん。あ、確かに。ごめんねって。で、2回くらいは夢見せさせてあげてもよくない？ドラマみたい。いや、ダメだって。ダメだって。なんかさ、愛ちゃんはさ、あの、旦那さんがモテると嬉しいの？嬉しくないの？え、モテたら嬉しくない？うん、うちめっちゃ嬉しいもん。じゃあ、その、モテないでほしいの？
モテないでほしい。へー、そういうタイプらしい。はい、行きますよ。あ、でも結構その場にいてもそれができるかとか、へー、近距離なら触れる関係を持ったら、遠距離なら他の人より優先順位が下がったらです。うーん、こそこそ電話、こそこそね。相手が誰でも2人で会ってたら浮気って思っちゃいます。汗、汗笑い。のんけの女友達との見分け方わかんない、うち。セクマイの人たちってさ、そういうこと。いや、わかる。だってその人がのんけだったら別に2人で会ってもいいってことでしょ。でもさ、のんけが好きな人もいるわけだからさ、うん、確かに。そういう人はのんけと会ったら浮気ってこと。セクシャリティが絡むと面倒いな。いや、セクシャリティは関係ないですね、この場合。あ、じゃあもう でも好意があるかどうかで2人で会う、うん、人間的なね。そうそう、人間的な。じゃあもう誰とも会えないじゃん。違う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 。確かに誰とも会えなくない。違う聞いて、本気で狙いに来てる時あるじゃん、うん、相手がね。あれがダメだっつって。わかる、うん、わかる、わかる。それに乗るなってことです。そう、あ、でもこっち気づいてなかったら痛い。え、あのさ、思うんだけどさ、なんかあなたたちっていつも気づかないふりするよね。いや、いやあなたたちやめてよ。先生、あのね、気づかない。あのね、あ、逆にみんな、じゃあ自意識過剰すぎ。いや、もう好きじゃんとはなんないよ。友達で入れることを願ってうちらが言ってるとしたら深いよ。もう深くなってきたよ。深いね。相手はこっち好きかもしれないけど、まあ、それを気づいてても気づいてなくても、こっちは友達として関わりたいと思ってたら浮気じゃない。友達として関わりたい、うん、だからすごいなんかいい人で、人生をポジティブにしてくれる人で、友達として関わっていたいなって思ったら、まあいいけど。けどいいけど。まあいいけど。テンション下がんでたらなし。まあいいけど、まあ、あれですね。はいはい、うん、もう今喧嘩起こっちゃう。もう分かんないわ。あれ、これもう全質問いくんだっけ。ブラックね、面白いね。面白かった、面白かったです。みんなそれぞれね、うちのところに答えてくれた方はなんか確信ついてきてる、ね、うん、そうですね、マジで確信ついてたと思う。あのね、昨日ちょうど飲んでて、まあ、うち女の子の友達もめっちゃ多いから、うん、でそれね、その友達2人がうちの彼女にねえねえみたいな、え、なんかさ、女の子と2人で飲みに行かれるのって嫌なのみたいな、風邪聞いてたの、たまたま、うん、そしたら、いや、それは大丈夫です、うん、ただ、私が可愛いって思ったらアウトです。あー、別に、どんどんいいね、いいね、そうって言われたの。いいね、だから私一人だけ NG 出してますって。あいちゃん。あ、いやいや、違う違う違う。違う。でもね、もう本当に大丈夫。なんだ。でも一人だけ過去に、ずっと見ないんだけど、普通にうちはマジで友達だから、うん、飲みに行ってた、うん。で、普通に隠すこともなく、今日誰々と行ってくんね、行ってくんねって言ってたら、ある日一回だけ普通に今飲んでるよ。って言って、はいはい、そのこう隣同士に座ってる写真を送っちゃったら、はいはい、N ですって。へ、いや、それはダメでしょ、急に。まあ、で、まあ、そうなればね。だから、その多分彼女の中で、いや、私が可愛いって思う人はさすがにダメだろっていう。それってがあるし、いい線言ってる。それすごい、なんかいい線、うん、まあ、可愛いっていうか、きっともちろんさ、OK 出される人が可愛くないとかじゃなくて、そう、女の勘として、多分そうだ、ね、多分、ちょっとこれはっていうのあんじゃない。でも私と似てる、似てるね、似てる、うん、っていうのを今思い出したわっていう。 いいです、いかがだったでしょうか。こういった募集はね、ストーリーで募集してるんで、たまにやってる、各自フォローお願いします。はい、動画が面白いと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。なんか TikTok 頑張ってるらしいです。私ね、今日からね、食べ物をね、ただ食べる姿をあげるっていうね、 TikTok をね、あげるんでよろしくお願いします。絶対フォローしてくれよな。絶対フォローしてくれよな。いっぱい食べるからな。またねー。